高山である、旅館の和の里さんで朝食をこれから、召し上がります。ぜひ説明お願いします。こちらが高山の名物の朴葉味噌でございます。はい、和の里はお味噌の下が飛騨牛なのでお肉焼きながら召し上がってください。なるほどなるほど、はい、あとこちらにマグロの山かけ と、 あと湯葉でございます。はい、はい、あと右手側に飛騨牛のしぐれ煮でございます。はい、一番奥は焼き魚、ニジマスでございます。ニジマス、はい、頭から尻尾まで召し上がっていただけます。はい、手前にお野菜と生ハムご用意してます。ハムに塩気がありますが、お好みでお野菜にドレッシングかけて召し上がってください。はい、はい、じゃあいただきます。はい、あと奥様はお味噌、お肉の代わりにきのこ類と、あと飛騨牛のしぐれ煮の代わりマグロの梅ソースの焼いたものをご用意しています。あとハムの代わりにホタテ焼いたものでご用意しているので、そちらもドレッシングで召し上がってください。はい、これは何？そちらが湯葉でございます。これは、そちらがマグロ。マグロ、はい、これは、あ、そちらマグロ、ごめんなさい、ちょっと味違います。はい、わかりました。ありがとうございます。 Breakfast at 和の里 in 高山岐阜プリペチュア。